洗濯物を取り込んで夕飯の支度を済ませる。こんな生活を25年も続けてきた。二十歳で結婚して子供を産み育て、今や子供たちは立派に自立した。この頃ふと思うことがある。人生ってこれだけ？これが人生？大丈夫？ママまた近いうち顔出すから。え、もう帰っちゃうの？今晩ぐらい泊まってってよ。そうもいかないのよ。今晩中に仕上げなきゃならない仕事もあるし、今任されてる仕事はチャンスなのよ。そんな、こんな状況なんだから会社の人だって分かってくれるわよ。ああ姉ちゃん、俺も乗っけてってよ。あんたも帰っちゃうの？またすぐ来るよ。とりあえず会社に戻っていろいろ処理してこないと。俺ももう学生じゃないんだから、用事があるから休みますってわけにはいかないんだよ。ママ、ママもまだ若いんだからなんかやったほうがいいわ。そうだな、なんか趣味を持つとかさ。とりあえずはパパの保険金が入ってくるんだし、俺も仕事が軌道になればこの家に戻ってくるしさ。いいわよ、あんたらなんか戻ってこなくたっていいわよ。もうそんなこと言わないでよママ。納骨までにはちゃんとまた戻ってくるから。これから仏壇も買わないとね。じゃあ姉ちゃん。じゃあね。大丈夫かな、ママ。大丈夫よ。ママとパパってそんなに仲が良かったわけでもないし。パパ、人生幸せだったのかな。俺、孫の顔だけでも見せちゃいたかったな。ママもまだ若いんだし、誰かいい人でも紹介してあげようかしら。そんなのまだ早いよ。何も今すぐってわけじゃないわよ。ただほら、ママみたいに家庭の中だけで生きてきたような女の人は男の人に頼って生きていくしかないじゃない。姉ちゃんって意外とあれだね。何よあれって。夫の突然の過労死、このままなんとなく年老いていくと思われた人生は思わぬ時点でリセットされた。
大変だったわね、敏子さん。で、どうなの？もう落ち着いた？あまりに突然だったからバタバタしちゃって。やっと四十九日終えたけど、まだ現実見ないのよね。あら、意外とあっさりしてんのね。もっと落ち込んでるかと思ったけど。ちょっと恵子さん。いいのよ。いつまでも悲しんでられないしね。そうよ。私も早くボクラ亭主に行っちゃってほしいわよ。恵子さん、なんてこと言うのよ。今時過労死だなんて、あの人の人生何だったのかしらね。ねえ、敏子さんまだ若いんだし、これからは第二の人生を楽しまないと。第二の人生、私も早く新しい男でも見つけようかな。あら、そう？敏子さん、私ね、今出会い系サイトに凝ってんのよ。ね、敏子さんもやらない？人妻とか未亡人ってなかなか受けがいいのよ。恵子さん、あなたって本当不謹慎な人ね。あ、何よ。私は敏子さんが落ち込んでると思ってわざとくだらない話題提供してんじゃない。あなたって本当表面的な部分しか見れない人ね。第二の人生か。人生、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 ああ、人生、人生。私はやっぱ素敵なお嫁さんかな。あんたそれって古いわよ。ウーマンリブって言葉知らないでしょ。知らない。バッカじゃない、ガキね、ガキ。ひどい。じゃあ萌子は何なのよ。敏子は？私？うん、私は
こちらピアニストやってらっしゃる笹塚さん。よしこがいつもお世話になってます。こちらこそよろしくどうぞ。敏子さんのことはお二人からいろいろ。はあ、笹塚さんって長年フランスで演奏されててね、未だ独り身なんだって。それは素晴らしいですね。私も外国生活が長いもんで、ここジャポンにはあまり親しい友人がおりませんで、本日こうして敏子さんと出会えたこと大変意義深いです。はい、私もお役に立てて光栄です。やっぱどことなく気品に満ちてますもんね。お恥ずかしい。やっぱフランス語とか喋れるんですか？Bien sûr. Votre mère est très belle. お母様とても美しいと今。よかったじゃん、ママ。ちょっと待ってよ。私は男の人と付き合う気なんかないわよ。ちょっとママ、私たち別にそんなつもりで笹塚さんママに紹介してるわけじゃないわよ。そうだよ、ママ。姉ちゃんは、パパが死んでママが毎日寂しい思いをしてるんじゃないかと思ってさ。寂しくなんかないわよ。ママは毎日毎日楽しい人生を送ってるわよ。ママ、敏子さん、ではこれからは僕ともっともっと楽しい人生を歩みませんか？ママのことをあんたたちの尺度で測るのはやめて。本当にママを心配してるなら、あんたたちが帰ってきたらいいじゃない。パパが死んだからってママは大丈夫。こんな厄介払いするような真似は、よしてよ。ママ、落ち着いてよ。そうよ。笹塚さんだってせっかくいらしてくれたのに、失礼じゃない。いや、僕は大丈夫。ママにだってちゃんと夢はあるの。今まであんたたちを育てることに精一杯で忘れかけてた夢が。夢？何よそれ。ママの夢なんてそんなの聞いたことないわ。明日それを見せてあげる。ご近所のみんなにも知らせておいてちょうだい。ちょっとよしお、ママったら何見せようってのよ。いや、俺もよくわかんないよ。ただ12時になったらこれかけてくれって。ママ、敏子さん。もう
ご清聴ありがとうございました。私勝本敏子48歳、第二の人生を歌手として生きていくことを決めました。ちょっとママ何言ってんのよ、そんなの無理に決まってんじゃない。よしこ、よしお、あんたたちは立派に自立したわね。これからは誰に気兼ねすることなく自由に生きていくのよ、一人の人間として。とちこさん、私も陰ながら応援させていただきます。ありがとう。とちこさん頑張ってね。ありがとうみんな。よしお、それかしなさい。え？ママ、私の人生は私が決める。あんたたちもあんたたちの人生を精一杯生きていくのよ。ちょっと待ってよ、どうしよう。